はい、こんにちは、村岡正則です。今回は徳之島にやってきました。どーんと朝、はい、遠浅の、あ、いいですね。あ、これはいいわ。はい、ここが徳之島でございます。はい、で今回はですね、盆立礁を狙いに来ました。で今年の2月、それから7月とハワイでね、オアフ島でボンフィッシュをやって、まあ、何匹かね釣ることできたんですけど、まあ、それをね SNS に発信してたら、まあ、特にフライフィッシングの界隈の人から日本でも狙ってくださいっていう DM が来たりして、え、日本でも狙いんですかって言って、で確かにボンフィッシュって、あの日本だと外イワシ、まあよくあるちょっと種類が違うとかじゃなくて本当に同じ魚種がいるんですけど、まあ、その外イワシがいますよということで、じゃあちょっとやってみようかなってことで、いろんな、まあ、南西諸島、沖縄から鹿児島県の離島からどこもいるんですけど、いろいろ見た結果、徳之島がいいんじゃないかなと思いました。でツアー会社ですね、フィッシングツアー会社でトラウト&キングスさんって会社があるんですけど、まあ、そこが国内ボーンフィッシュってツアーをやってたんで、とりあえずね一発目、まあ、その情報も欲しいってこともあって、トラウト&キングスさんのツアーに申し込んで、ツアーなんだけど一人で来ました。で、あのざっとねこんなとこで実績があるようですよって教えてもらったので、ただそれもフライフィッシングだったり餌釣りだったりで、まだねルアーフィッシングで、まあ、情報はないけど、まあ、やったことがないってことはないと思うんですよね。誰かしら釣ってると思うけど、そんな感じだったり、あとそれを映像にしてるっていうのはないと思うんで、なんとかねこの GoPro にね収めていきたいかな。ちょっと髪型ひどくな俺、と思いました。ってことで、今日から4日間ですね、3泊4日で来たんで、今日は8月21日で、そこから24日まで頑張ってやってみようと思います。でちょっとね今日は場所巡り、どこでやろうか、場所巡りですね。ここもすごい良さそうなんだけど、ずっとゴツゴツしてるんで根掛かりがしんどいから、まあオフセットフックでやれるかなっていうのと、こういうとこはねかけても切られんですよ。もうジェットランがね 100m ぐらい出るんで、深いところの 100m じゃなくて、これだけ浅いところの 100m なんで、あの一個一個の岩が切られちゃうね、線になっちゃうんで、あのできればフラットな砂場でかけたいんですよね。まあ、取ることも考えて攻略していこうと思います。頑張ります。やっぱひどいな、すごい青空、ゆえい。はい、おはようございます。早速2日目の朝ですね。昨日はね下見だけでした。で今5時10分なんですが、この4時に干潮を迎えて、東側の浜に来てみました。非常にこの島の中では一番浅いサーフかなという場所ですね。やってみようと思います。ございます。まあ、早速やりましょうかね。あの後で明るくなったらちょっとタックルとか話したいと思います。幸いなぎなんで、まあ、ボーンフィッシュがねこう砂の中のね餌を食うときに、まあ、頭を下げるんで尻尾が水面に出てくる、まあ、そういったねテーリングって言われてる現象があるのが見れると非常に見つけやすいので、それで浅いとこを選んでみました。パッと見まだないけど、まあ、そういうの探しながらちょっとやってみます。初めての場所で根掛かりとかわかんないんで、オフセットフックの 2.5g のジグヘッドにしましたね。でこれギアつけていきます。どれぐらいの深さがいいか、誰もいない、膝ぐらい、ちょうど膝下です。で一応クラゲがいるんですよ。日本はハワイではクラゲのクの字も出なかったけど、ジェリーフィッシュのジェの字も出なかったけど、日本はねハブクラゲが、まあ、お盆過ぎてますんで出てくるタイミングと、まあ、カツオのエボシですね。今日は風がないからそんなに寄ってないかもだけど、
沖からね風がビュービュー吹いてると結構ねこういう浅瀬にいたりするんで、そこ気をつけながら、だからまあ一応肌の露出のないウェアにしてます。気持ちいい、もう夏の夜明けの海水浴は気持ちいいですね。テーリングないなぁ。いやぁ、そんな甘い世界じゃないようです。じっくりやっていきます。おっ、これが合ってる。水面で追われてたね。魚いますね。ボンフィッシュじゃないかもだけど、間もなく日の出。うん、なんかこの辺でバカバカやってますね。ちょっと近づけるかな。ボンフィッシュじゃないけど、あ、離れていく。そっちじゃない。GT? まあ鬼平ぐらいですかね。銀亀とかホッパーとか持ってきたら面白そうだけど、まあ、今回はボンフィッシュがテーマで、国内でルアーでボンフィッシュを釣るっていうのをテーマに来ましたんで、まあえて持ってこなかったです。得意なねそのソルトルアーやっちゃうともうそっちばっかりになっちゃうので、そっちはね多分ここでめちゃくちゃ楽しめそうですね。多分もう 1,2 本何かしらかけてるんじゃないかなぐらいの魚の気配も感じるし、だけどまあそれやってたらねボンフィッシュ取れないんで、で多分ね深いとこ、結構砂地の深いとことか岩盤、まあサンゴの残骸ですねでできた岩盤でボンフィッシュが出そうだなって場所はめちゃくちゃあって、まあ、そういったとこをねこうブラインドで投げて沈めて釣るっていうのはなんか可能性はありそうですね。でハワイみたいにこういうシャローフラットでテーリングだったり泳いでるのを見つけて釣るっていうのはもしかしたら相当難しいんじゃないかなって思い始めてるとこです。正直ここともう一箇所ぐらいのサーフしか思いつかなかったけど、やってみたいっていうね、まあ、やってみることが大事です。もう釣りの楽しさはテーマ決めた1匹目に究極集中すると思ってて、それ以降はなんかその1本目の感動をねなんかなぞってるだけのような気がするんですよね。こうやって釣りたいっつって一生懸命頑張って釣った1本目の最初に手にした魚の感動をね引きずって、それが大きければ大きいほどその釣りは長くできるんだけど、まあそういう点でボンフィッシュはねハワイで撮った1本目は痺れました。本当に痺れた。舐めてたボンフィッシュを、濁いみたいなもんだろって思っててごめんなさいってぐらい舐めてましたが、まあ、でもその結果ねこんな徳之島東京からはるばる来てやるぐらいハマってしまいましたけど、さあ日の出綺麗だね。この景色見てるだけでもいいかなってぐらいいいですね。さあ8月22日の太陽がお出ましです。今日も暑くなると思います。昨日も本当に暑かった、まあ、東京のあの例えようのない蒸し暑さ、どうしようもない蒸し暑さではなかったけど、直射日光の激しさから来る暑さはすごかったですね。昨日の日中もちょっと泳いだんですけど、どんな感じか見ようと思ってここじゃないけど違う海岸を寄りましたけど、もう上がって15分もしたらこのウェアがカラッカラに乾くぐらい。テーリングはなかったですね。結局どんぐらい来たかな、 300m ぐらい来たけど、これね三角形っぽいチラチラって出るんですよ。それがなかった。だから言うほどいないのかもしれないし、でもうねちょっとでも出たらすぐ分かるはずなのに分かんなかったんで、
テーリングを見つけて釣る作戦はちょっと難しそう。まあ一応明日もやるつもりだけど、朝一のテーリング狙いが一番イージーで、土日は太陽が真上に行って、で干潮前後の時刻になると、こう泳いでるボンフィッシュを見つけることはとても容易になってきます。この浅瀬にいるねボンフィッシュが緑色に輝いて見えるので見つけやすくなるんですけど、まあ食わない、なかなか食わない。やっぱ警戒心が激しいのか、水が綺麗なんですよ。見てこの綺麗さ。ああちょっと違うな、難しいな。とりあえずあっちから 400m ぐらいかな、浅瀬を打ってきましたが、モンフィッシュの気配もなく終わりました。でまた打ちながら戻るんだけど、まあ、ちょっとワームサイズを落として、他にやりようないかな、まあ、なんか変化があればって感じで、なかなか簡単ではなさそうな釣りをやっていきます。ウィンガメ、やっといきなり食いましたね。あらメッキちゃんじゃないですか。しかもなぜかお友達付き、2匹もお友達付きで、こんな感じで、すげえ、びっくりした。おお泣いてる、メッキちゃんです。とりあえず徳之島ファーストフィッシュ、嬉しい一匹になりました。いきなりひったくってきましたね、手も足元で。ジグヘッド変えたとこでした、カサゴ職人に。ちょっとねワームサイズをちっちゃくしてみようかな、2、3頭もしてない気がする。こいつできましたね。では逃がしたいと思います。ファーストフィッシュ、ありがとう、バイバイ。しゃよかった、何も釣れないよりはいいですね。7時15分前だから、5時半からやってるから1時間半かけて、まあワームサイズ変えてすぐだったんで、まあちょっとちっちゃい方がいいのかな。なんかハワイではね結構4インチぐらいのワームがガイドのケニーさんも勧めてたし、実際ね食いが立ってましたけどね、どうなんでしょうか。まあメッキだからな、ボンフィッシュでどうなのか。さあ太陽のね直射日光が差してきたんで、ボンフィッシュがサイトで見つけられるようなタイミング、まだ角度が浅いけど、まあ横に近いぐらいだけど、いれば緑色にね緑白銀、そんな色に見えるんですよ。浅瀬もいいけど、浅瀬かな、どっちにしようかな。ちょっと半分ももぐらい、水深80センチぐらいを歩いてみて、半分は30センチぐらいのとこで、80センチぐらいのとこ入っちゃうとボンフィッシュは多分見えないと思います。だけど魚のねいる可能性はちょっと一段増すと思うので、ブラインド で残り半分は30センチぐらいのところでちゃんと魚探しながら、ハワイでねやってきたから魚の感覚は衰えてないというか、まだ忘れてないと思うんで、一匹でも見つけたりチャンスがあれば感覚を思い出すと思うんですよね。はい、スタート地点に戻ってきてしまいました。で朝のねファーストゲーム、メッキ1匹っていう結果だったんですが、ちょっとボンフィッシュの気配もねつかめなかったんで、ちょっと他のサーフにねこれから行ってみようと思います。まあ、簡単じゃなさそうだね。餌釣りなんかで釣る外イワシ、なり釣りのゲドウでね釣れる外イワシと同じ魚なんだけど、まあ、いわゆるボンフィッシュゲームとしてね、こういう浅瀬で魚を見つけて釣るっていうのは結構難しいのかなって思いつつ、あと2日間いろいろ
楽しんでいこうかなというところです。お願いします。はい、装備面の話をしたいと思います。まあ自分がやってきた経験なんでこれが合ってるわけじゃないんですけど、自分がこうやってますよっていう。でまずね、一番大事なのは足回りですね。で日が当たった浅瀬、リーフの浅瀬で、レーダーでもいいと思います。ただこの8月とかもうとにかく暑いので、濡れちゃった方がね熱中症は防げるという点で、ラッシュガードを履いて、水着っていうか河川のね短パンを履いて、で足なんですけど、マリンシューズ履くとここが肌が出るじゃないですか。でまあこのね、やっぱ沖縄とか南西諸島奄美界隈はクラゲが多いので、やっぱちょっと肌の露出をねするのは怖いかなと思って、自分はあのネオプレーンのソックスを履いてます。でネオプレーンのソックス履くと足のサイズが一つ大きくなるんで、ここにマリンシューズ履いてもいいんですけど、マリンシューズは今度濡れると乾くのにすごい時間かかるんで、結構前回のハワイからこれいいなっていうのがクロックスですね。クロックスの、まあ、これビストロなんですけど何でもいいと思います。クロックスで、クロックスのいいとこは拭けば 1,2 分で乾いちゃうっていう。だから上がって水洗いしてソックス脱いで足とサンダル拭けばあっという間に乾くっていうのがメリットかなと思いますね。で竿が、これはアピアさんの、まあ、今開発中なんですけど 7.7 フィート、ジェットランプもうベンフィッシュ用みたいな、名前なんですけど、そういうわけではないけど、前回のハワイもこれでやったし、まあ、ちょうどやりやすいですね。でさっき調子のね竿で、まあ、7から8フィートがいいかなと思います。でリールが3000から4000番で、フィーはですね08がいいかなって思ってます。これも08です。でなんでかというと、ジグヘッドが 1g、2g のですね軽いやつを飛ばさないといけないんで、フィーが太いとちょっと飛ばなくてかけらんない。で実際ファーストランが、ね、ジェットランと言われるぐらい 100m ぐらい突っ走っていくので、本当はフィー太い方がいいんですけど、まあ、それもかけてなんぼなんで、まあ、08でかけてどうにか取るっていう。ルガーは今のところ、まあ、ベターかなという感じですかね。はい、でリーダー12ポンド使っております。ライフジャケットは深いところでももぐらい、まあ入ってお尻なんでいらないんですよ、はい、いきなり深場があるとかでもないし、急な流れが発生するわけでもないんで。ただ道具入れですね、携帯入れたり道具入れとしてやっぱりこういうのが必要なんで、それだったらライジャケ着てたらいいかな、タックルベストっていうんですかね、着たらいいのかなという感じ でグリップ、ペンチとかこの辺の粒の一通りがあればいけるんじゃないかなと思います。はい、タックル紹介でした。おやつを食べたいと思います。ココナッツサブレ大好物。いや結構ね今引いてんですけど、ファミリーかな、沖の岩礁に上がって、まあ磯遊びなのか何かを採集してるのか分かんないけど。で日中あれこれ見てきたんですけど、まあなかなか、あのもしかしたらハワイのようなこういうリーフエッジの中じゃなくて、リーフエッジで波が消えてない、いわゆるサーフですねの方が出そうです。サイトで釣るとか絶対無理だけど、出そう、魚出そうと思いました。でもうなんとなくそれだったらもっと長い竿でもっと飛ばしていかないとダメな気もして、今回のタックルはあくまでこういうところでやるのをね想定してきたんで、じゃあタックル合ってないなと思ってここに戻ってきたというところですかね。もうやつ食べて今日のラストゲームやりたいと思います。うん、うまっ。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。4時半、まあ、1時間半ぐらいですかね。4時10分干潮だったんで、干潮から20分経ったところですね。朝はこの辺まで水あったからだいぶ浅いで、今日ね小潮なんですけど、あの大潮の時もうあと30センチぐらい引くんですね。だからやっぱその時がベストかな、うん、やっぱ引いてる時の方がいいんだなって思いました。うわ全然朝と全然違う、よく見えますね。これならいれば俺見つけられる自信あるよ。いないけど。あと、今回持ってきてない、そもそも持ってきてないんですけど、
あのトップウォータープラグですね、まあ、7センチか5センチちょっとのトップウォータープラグがあったら面白いかなと思いました。まあ、あのとっさにね付け替えないといけないんでスナップがいるかもしれないけど、結構ねこうやって探してる時に、まあ、射程距離だったり近い範囲で多分あの朝釣ったやつ、あれロニアジじゃなくてオニヒラアジでしたね。後で写真見たら、オニヒラアジの子供とかが結構バカバカって、あのやっぱちっちゃい魚ってね結構ナブラになるので、そういうのを狙えるトップがとか5センチぐらいのポップあっても面白いなと。まあでもねそれやったらボンフィッシュ出ないですよ。だからどっちか決めないとダメかな、やっぱり。え、なるほど、今なんか一瞬違和感があったんだけど、スパッとちょっと黒いってみようかな。バームつけるのがなんか昔からほんと下手くそで、まあ、それで忍者リ作ったんですけどね、おかげさまでワームつけるのが下手な人たちに愛されてますが、はい、黒。え、これは消耗激しいな。青い染めっぽいやつ。痛すぎる。何がいるんだろうな。さっき泳いだら、まあよくあるね、モンガラカワハギとかそういうのはいましたけどね。いやー、いないね。 200m ほどあっちからねこうジグザグに来ましたけど、今んとこあの緑白銀の混ざった魚の背中は見えてないですね。で、餌釣りではね釣れてるので、いない、生息は確認できてるわけですから、北海道でシーバス釣るより簡単じゃないかとは思うんだけど、そんなに甘くはなかった。この辺いそうだね。あ、下潮が入ってきて、潮が流れてるから流れてる方が多分いいでしょう。朝から30センチぐらい引いてますかね、朝やってた時よりね。ん？なんか魚の反応、うわ、なんかめちゃくちゃついてきたよ。なんだなんだ、動かない方がいい、魚が散る。ん、オニヒラかな。1、2、10匹ぐらい見えるな。塩刺してから、おし、ああ、うわー、おー、おーっと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 、やべやべ、あー、かかっちゃった。朝のオニヒラですね。よい、人間20匹ぐらいいるかも。サイズアップ。はい、おにひらアジでございます。いや、いい引きでした。バイバイバイ。あ、来た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 、おーしゃしゃしゃ、ういーうい、ボンフィッシュじゃないけど、ほんと3匹目、おにひら、しばし癒しタイムですね。ついてきてる、よし、お、お、違う違う、うわー、脱、あっ、切られた。はい、間もなく6時ですね。まあちょっと残念ながらボンフィッシュは釣れずですが、オニヒラが朝1匹、午後が3匹かな。と、脱に1回ブレイクっていうところですかね。でもね、すごい、すんごいロケーションがいいんで、いろんなこと考えながらのんびり、めちゃくちゃ歩きましたね、海の中をね。明日の朝まずめね、また勝負かけてみようと思います。ここにするか、ちょっと違うサーフに、今度はああいう沖でね、波が崩れて中のリーフっていうのじゃなくて、どっちかな。まあちょっと概要深いサーフ、波打ち際朝一行ってみようかなと思います。はい、てな感じで終わります。今回のホテルはサンセットリゾートさん、疲
使っております。松葉会社のねトラウトランキングさんが撮ってくれたんですけど、夕日ですね。疲れたけどめちゃくちゃ楽しいです。やっぱ未知なるターゲットテーマをね探求していく過程が面白いですよね。ちょっと分かったヒントだけでもねドキドキしたり、明日今日これから焼肉を食って、明日またちょっと暗いうちからやってみようと思います。真っ暗のうちから、ちょっと映像悪いかもしれないけど頑張ります。ってことで8月22日の夕日です。綺麗だな。はい、2日目夕方です。ちょっと諸事情により今日の朝の映像はありませんで、ダメでした。で、夕方ですね、ちょっと場所変えて、ここはケトクっていうのかな、そんなね、サーフィンに来ております。やってみたいと思います。はい、で、今午後5時ですね。先ほど4時40分だから30分前に干潮時刻を迎えたところです。ここから上げてくるんですけど、まあもうね今日も小潮なので潮回りは大きくは引かないですね。徳之島は大潮回りがチャンスじゃないかと今回やってみて思ったとこなんですけど、まあボンフィッシュはいつだっているわけだから、花はいっぱいいるのはここ川ですね。ほら綺麗な川、なんかベイトは結構いるから、翡翠がどうなのかわかんないけど海藻は結構ね入ると思うから、ちょっとこの辺で行きますかね。お、じゃあ飲む。お、なんかいきなりライズしてるよ。お、いきなり来たよ。一頭で、一頭で、何何ミッキー、こいつがいっぱいいるんですね。すごっ。なんか多分ね、俺が小魚を荷が散らして小魚が降りてきたんでそれを待ってた。これ鬼平っぽいですね。ちょっと長いから綺麗な絵だな。はい、チー、落ち着け。はい、チー、すぐ逃がすか。はい、ありがとうございます。ここはね、リーフがないんですよ、多分。まあ、こっちはリーフだけど、こっちはなくて、まあ、めちゃくちゃ広大なね、砂浜なんですよね。が、外洋に面したサーフなんで、まあ、ボンフィッシュは多分、魚影自体はそういうとこが一番多くて、それじゃね、狙えない宝くじみたいな釣なんで、フライフィッシングでは、リーフのね、中の浅瀬を、の砂場を狙ってるんですけど、多分ね、やっぱ鳥が怖いんで、大きな魚しかいないんですよね。鳥に襲われない。あ、今なんかいたね。え、ボンじゃなかったな、色が。茶色かったな。波の中で目が合いましたよ。いや、釣れましたね。まあ何でも釣れれば嬉しい。バイビー。すごい勢いで巣に帰っていった。おっ、おっ、これも走んないぞ。重いけど。なんだ、ずっしりしてるな。おおおお、これまたサイズアップで。お兄さん忘れて帰ってきました。イエーイ、これは嬉しいね。一頭で、巣がある、巣が。じゃーん、25センチぐらいですね。モモハタです。ビーン。いや、しかし本当に人がいない。この釣りしてる人がいないっていうのもあって、人がいない。さあ、サーフ結局ダメで、また波打ち際に戻ってきました。癒されに来ましたって言った瞬間かかる、この鬼平アジが。幸せですね。うん。あ、じゃあこれはロニアジだ。ああ、だいぶ満ちたんだね。さっき岩が出てたやつがほとんど沈みかけてるから、20センチぐらい上がったかな。
こういう場所じゃない気がするけど、まあでもこういう感じの色苔ついてるとこだかな。ハワイはもうちょい海藻があったんだよね。いやー3日目終わってしまいました。明日が帰る日なので、まあ朝だけですね、チャンスは。朝と日中もあるんで、まあちょっとがっつりやろうと思うんですけど、まあなんか全然尻尾すらつかめない、ヒントももらえない感じです。楽しいけど、今回ねフライフィッシングの国内ボンフィッシュにね開拓頑張ってる人たち情報は交換してて、今だったらどうなんでしょう、頑張ってくださいみたいな感じなんですけど、全然ないでしたっていう今のところですね。ちょっと明日の朝は暗いうちから入ってみようと思います。昨日もそう言ってたんだけど、実はね今朝ね大変なことがあって、今朝っていうか昨日の夜ですね、11時ぐらいに、まあ、今朝に備えて寝ようとしたら、ベッドの上でガサガサって落としたんですね。それで、あ、なんか虫がいるかもと思って恐る恐る電気をつけてみたらゴキブリがいたんですよ。で、南国のゴキブリは多分本州のゴキブリの 1.3 倍ぐらいでかくて、でかーみたいな感じで、で困ったなと思って、そしたら部屋に殺虫剤があったんで、でもこれがですねアリ用だったんですね。アリ用の殺虫剤があって、もうこれでいいやと思って、でそのゴキブリが隠れた家具の後ろにプシューッと吹いてみたわけです。そしたら、まあ、弱って出てくるか、アリの殺虫剤ぐらいじゃ全然効かないって感じかなと思ったら、それなりやっぱ毒物は嫌だったみたいで出てきたんですけど、なんと3匹も出てきて死なないんですよ。3匹とも別のところにバーバーって隠れてって、でとっさに1匹は枕を投げつけて枕で圧死したんですね。まあ、その代わりちょっと枕カバー使えず1匹はやっつけたけど、残り2匹は、ベッドの下とかに隠れてって、でどうしようっつって、でまあもう分かんないから殺虫剤吹きまくったところであんまりね人間の体にも良くないからどうしようなんつって、ベッドの真ん中で寝てたんですけど、まあ寝ないとと思って電気を消してベッドの真ん中に足とか出さず手も畳んで寝てたんですね、目閉じて。そしたら毒が効いてんのか、2匹がどこかでカチャ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 カサカサつって苦しんでるんですよ。でも寝れなくて、もうはってまた電気つけて、あれいないかみたいな感じで、およし来た、こんな感じで、で寝ついたのが3時半ぐらいかな。いや起きなきゃって感じだったんだけど、ちょっと寝坊してしまったので、朝のシーンがないのです。全ての虫は平気なんだけど、ゴキブリだけはダメなんだよ。もう今日は鬼平つって遊ぶとします。ああ、うわお、でかいでかい、おでかいでかい、なんだなんだなんだ、あれなんかもうちょい派手なのがいたけどな、あれも強一かな、強一。ああ、そんなんでねちょっと今朝を逃してしまったので、でもねゴキブリ怖いんだよな。今日ちょっとフロントに行ってゴキブリ用の殺虫剤をもらって、この後部屋で戦いをして全滅させて、すっかり寝不足なんでちょっと完璧に安眠を取り戻す戦いを私はこれからしないといけません。気持ちいい。これで今日の釣り終わりたいと思います。明日ラストゲームやります。